まあそういう意味でもね、まあこう、星に打つというのはおすすめかなと思います。こんにちは、柳沢です。ここまでは九州力を題材にやってきたんですけれども、今回は互い戦での席ですよね。こう、何もない真っさらな状態から、どういう風にしていくかっていうことについてお話ししていきたいと思います。で、これは実はですね、九路盤の段階の時のこう入門戦略編1で解説したことが、まあ、結構ほとんどそのまま活かせるので、そちらも参考にしていただきたいと思います。で、まあ、この19路盤になった上でですね、まずちょっと大事なことがありまして、それは何かっていうと、黒の1手目なんですが、これはまず右上隅から打つということになります。で、これ右上隅じゃなくて右上隅というふうに言います。で、これはですね、戦略的な意味はなくって、まあ、こう戦略的な優劣としては別にここでもここでも、ここでもここでも、まあ、全く一緒なわけなんですが、まあ、これは、作法なんですね。ルールで決まってるわけではないです。別に、どの隅から打っても反則になるわけではないんですけれども、まあ、これはですね、本当に、江戸時代以前より続いている伝統的な作法になります。まあ、こういつからそれが始まったのかっていうのは僕もちょっと、正確にはわからないんですけれども、本当に昔からずっと続いている作法ということになります。で、まあ、その次の白の2手目っていうのは別に、決まりはないです。どの隅からでもいいんですが、ただ白の人から見て向かって右側ですね。で、黒の人から、側から見ると左側、こっち側ですよね。の側、こことか、まあ、あるいはここから、打つというのが、一般的ですね。まあ、これはですね、ここに打っても別に、マナー違反ではないんですけど、まあ、でも打たれたらね、ちょっとおっと思いますね。でも、いずれにしましても、それぞれが、こういうふうにまず、隅を打つと。この4隅を、まずそれぞれが締めるというのが、基本になりますね。で、まあ、隅というのはね、まあ、このあたり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 という、まあ、こう、どっからどこまでが隅っていうか、明確なその境目があるわけではないんですが、大体その辺が隅というふうに言われるんですけど、まあ、その中でも、この印がついてるとこあるんですけど、まあ、これは星。というんですが、この星の、まあ、近くら辺から、打ち始めます。九路盤の時にもですね、三線と四線の交わったところがいいって言いましたよね。こう、端から1、2、3、4番目の線、あ、まあ、こうですね、こう、線がね、こう、順番にあるんですけど、こう、端の方から1線、2線、3線、4線と、こっちも端から1線、2線、3線、4線というふうに、まあ、呼ぶわけなんですけど、まあ、この3番目、4番目のあたり、つまり、ま、この辺ですよね。ここか、ここか、ここか、ここ、ら辺というのが、まあ、まあ、一番、こう、バランスがいいというふうに思います。それは、まあ、19路盤でも同じということですね。で、その中でも僕が、最もお勧めしたいのは、この、星ですね。まあ、この、印がついているところにそのまま打つというわけなんですけど、で、この印自体のことを、まあ、星と言うんですが、そこに打つことも、星というふうに、同じく言います。まあ、これがですね、一番バランスが良くって、この後の打ち方が比較的、分かりやすいものになります。まあ、この後ですね、定石っていうのもいろいろ出てくるわけですが、で、まあ、定石っていう言葉はね、皆さんなんとなく聞いたことがあって、まあ、おそらく漠然としたイメージをお持ちなんじゃないかなと思うんですが、で、もちろんそれも今後解説していくんですけれども、まあ、この星から始まる定石っていうのが一番、簡単なものが多いです。まあ、それとその、置き石で打つときですよね。ハンネ戦で打つときにも、この、置き石するときは、まあ今まで何度もやってますけどね、この星に置くわけですよね。こう、まあ西極だったらこうですし、まあ三子だったらこうですし、というふうにまあ置いていくわけですけど、まあ全部星に打つわけなので、つまりその星から始まる、打ち方という、ものが一番その経験を積みやすくて、まあ慣れやすいというふうに思います。まあそういう意味でもね、まあこう、星に打つというのはおすすめかなと思います。まあ今回の話をまとめますと、まず右上隅から打つという作法があるということですね。そして星から打つのがまあおすすめということです。でまあこれ星以外の打ち方ももちろんあって、まあそれをおいおい触れていくんですが、
まあ、まず星から慣れ親しんでいくのがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。ご感想、ご質問、リクエストはコメント欄に、そして Twitter のフォローもぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。